Dann machen wir weiter mit Kapitel 5, Quest 2, Fukas Verfolger. こんな状況じゃなければ歌ってあげてもいいんだけどね。ダンジョンの中だと声がいい感じに響くんだ。リバーブ、エコーなどと呼ばれる効果ですね。壁や天井に音が反射して残響音が発生する現象です。ああ、お風呂で歌うと上手に聞こえるっていうあれだね。歌や音楽は人を幸せにする。みんなを笑顔にできるんだよ。そうですね。音楽を聴いている人、演奏している人は大抵楽しそうです。でも、あの二人、さっきから全然笑わないんだよね。歌おうか？歌わなくていいよ、ユナ。今の僕たちは先行隊。まずは自分たちの仕事だ。そっか。キリトに頼まれたのは世界中近くで見つけたこのダンジョンの偵察だったね。今のところ周辺にモンスターの気配はありません。ただところどころに戦闘の痕跡があるね。あのフーカって子がやったのか、あるいはもしかしたら僕たちに先立って彼女を追っている人物がいるかもしれないってキリトは言ってたけど、どう思う？ほんと喋らないよね、二人とも。もしかして知り合い？仲が悪いの？付き合いがあったわけじゃない。でもこいつ、いやこいつらのことはよく知ってる。 SAO の殺人ギルド、ラフィン・コフィ。一般プレイヤーとは相入れない存在だ。どういうわけか、今は GGO のアバターを使っているようだけどな。相入れないのは疑い様だ。俺にとってお前たちはただの獲物、狩りの対象でしかない。僕を狩れると思ってるのか？試してみるか。二人とも暗い、つまんない、よくないよ。そうですよ、こんな大変な状況なんですから協力しましょう。協力、協力か。バレットラインというものがある。 GGO では自分を狙った銃撃の予測弾道が攻撃に先んじて視認できる。もっともこの至近距離なら見えた次の瞬間には死んでいるだろうがな。お前に見せてやろうか？え？お互いを利用する、それはいい。だが慣れ合う気はない。常に味方であるなどと思わない。俺は引き金一つでお前たちを殺せる。死はお前たちが考えているより。ほら、このように。死は身近にあるね。だったらさ、狩るとか狩られるとか言ってないで、なおさら楽しく過ごさなきゃダメじゃないかな。それこそみんなで歌ったり笑い合ったりさ、そういうことができるのも生きている間だけなんだし、もったいないよ。剣を突きつけながら言うセリフか。全力でぶつからないと伝わらないことだってあるからね。例えば僕がどれくらい真剣なのか。全力か。この程度で俺の動きをその気になれば一瞬で抜いてお前に向かって引き金を引けるんだぞ。
問題ないよ。だって僕の方が早いから。試してみる？さて、ゆいちゃんも怖がってることだし、とりあえず銃から手を離したらどうかな。それがどうしても嫌だって言うなら切るよ。ゆうきさん、ありがとうございました。どういたしまして。度胸があるんだな、君は。ううん、全然そんなことないよ。ただ言いたいことは言って、伝えたいことは伝えて、正面からぶつかっていくのが一番後悔しないんじゃないかと思ってるだけ。伝えたいことは伝えるか。まあ確かにその通りだな。ん？何か聞こえたね。モンスターでしょうか。どうしましょう。今は偵察だから、まずは様子見かな。敵の姿を確認したら引き返してみんなに知らせる。ですが、君もわかった？じゃ、行こう。勇気から報告があったもの。モンスターと、あと戦闘の痕跡を確認したって。了解。さて、どうするかね。何が待っているとしても先に進まないといけないのは変わらないからな。みんなには戦闘を想定して備えてもらう。で、なんで俺が指示しないといけないんだ。あんたがやってくれよ、ケスメイ騎士団の団長さん。今の私はリーダーや主役の地位に立つべきではないよ。君がやるべきだ、キリト君。ああ、無論協力は惜しまないつもりだがね。現場での判断はあなたに一任すると、カーディナル様もおっしゃっていたわ。結構な大所帯になったから、なかなか大変なんだけど。すみません。ああ、いや、いいさ。確かに、風花王と決めたのは俺だしな。しかし、戦闘の痕跡というのが少し気になるな。その風花君にモンスターを操るような管理者権限があるのなら、戦闘をする必要はないはずだ。となるとやはり我々以外にも彼女を追う何者かがおり、その人物がモンスターを撃破して我々に先行しているというのが一番蓋然性の高い推測だろうな。まあ同意しとく。真犯人かどうかを置くとしても、風花が何らかの形で PK に関わっているなら誰かに追われてても不思議じゃないしな。だとするとその追跡者は私たちより先行していて、しかも相当な戦闘能力を持っていることになるわね。モンスターの群れをあっさり突破しているんだから。風花はそんな人に狙われているんですね。目的はまだ不明だけど、一直線に風花の元を目指してるのは確かだな。あまりのんびりもしてられなさそうだ。そうね。準備が整い次第行動を起こしましょう。Ah, okay, jetzt sind wir wieder in so einem Dungeon. So ein bisschen in einem Re-Holo Fragment Dungeon. Finde ich mega cool. So, erstmal direkt mal wechseln, weil so mit Yui kämpfen finde ich halt, wie gesagt, schwierig. Deswegen würde ich sie halt schon gerne leveln wollen. Auch wenn wir halt über die Story für die Charaktere sehr wenig EP bekommen. Das finde ich manchmal noch ein bisschen kritisch, dass wir da sehr wenig Erfahrungspunkte bekommen für die jeweiligen Charaktere. Das hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht, dass wir da ein bisschen mehr bekommen. Dass du so sozusagen deine Charaktere ein bisschen hochziehen kannst. Aber über den Story-Modus bringt das fast nichts. Okay, das war ein bisschen Luck. Weil ich hätte da theoretisch auch in die Hölle fallen können. Ah, okay, wir sind jetzt hier an einem Portal, das heißt, wir kommen da raus. Wir sind ja hier jetzt in dem Weltenbaum. Ah, der Weltenbaum sah doch nie so aus, weil eigentlich war der Weltenbaum ja so ein extrem hohles Ding. Das, was da ja ein bisschen so ähnlich daran kommt, wo wir jetzt uns befinden, war ja da, wo Kirito so durch die Gegend laufen war, wo die ganzen Forscher rumgehopst sind.
どうやらモンスターは片付いたようですね。無個性で数だけは多い。倒すべき敵としては少し退屈だわ。とはいえさすがのお手並みでした、最高司祭様。味方であるのならこんなに心強いことはありません。味方であるのならね、少しばかり含みを感じる言い回しだけど、何か言いたいことがあるのかしら、アリスちゃん。今この場で申し上げることは差し控えます。いずれまた機会があれば。あら、遠慮しなくていいのよ。せっかくこうして再会できたんだもの。一度ゆっくりと。いや、見てたっすよ、クイネラさん。相変わらず見事な剣さばき。あれ、何か話し中だったか、アリス。いえ、構いません。生真面目な子ね、相変わらず。クイネラさん、アリスと知り合いだったんですか？そんなことより、褒めたたえ方、少しは上達したのかしら？あなたの姿は地上に降り立った太陽のごとく。わあ、デレデレだな。懲りねえやつだな、クライム。それ賭けが成立するのかな？しねえか。全員同じ方に賭けちまうわな。あいつももう少し落ち着いた方が好感持たれると思うんだがな。空回りしすぎだぜ。しかし相手のお姉さん、食い狙って言ったっけか？かしづかれるのに慣れているって感じだ。キーボーやアリッチの知り合いらしいけど、どういう関係なんだろうな。へえ、お前でも知らねえのか。まあまあ、あのレベルで戦えるプレイヤーなら名前が知れててもおかしくないんだが。うん、取材でも申し込んでみようかな。ん？あった、聞こえてしまったか。いや、なあ、アルコ、なんか嫌な感じがしねえか。首筋がチリチリするな。これもしかして近くにヤバいのが。奥の部屋だ。なんかどでかいのがいるぞ。これは帝ベクタ、なぜこんなところに。キリト、さっきの音は。しかももう誰かが戦ってる。ってちょっとあいつめちゃくちゃ強くね？一人でボス圧倒してんだけど。いいところに来てくれた。3人とも銃で攻撃してくれ。その間に俺たちは距離を詰める。オッケー、任せて。でかい図体だから当て放題だぜ。違います、そちらではありません。ん？やるのはボスモンスターじゃない、男の方だ。え、マジで言ってんの？男って今戦ってる人？この世界って確か死んじゃったらまずいんだよね。説明は後でする。とにかく。お、援護する。キリト、アリス、行って。頼むぜシノン。動ける奴は俺たちに続け。レンもクソも撃ちまくって殺す気で。あの男に余裕を与えちゃダメ。ええー、もうどうなっても知らねえぞ。
シートなのか。続けて。当たらなくても平成にはなるから。フーカ、こっちに来い。そいつから距離を取れ。フーカ、来るな。なぜ考えてる暇はない。突破するぞ。Ja, jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack. Vector ist nämlich tatsächlich im Spiel tatsächlich dabei. Ja, tatsächlich war das aus Trailern tatsächlich schon so ein bisschen bekannt. Da hat man Vector immer mal wieder gesehen. Und nun ist also endlich die Katze aus dem Sack. Jetzt sieht man also zum ersten Mal Vector. Er ist nämlich tatsächlich in dem Spiel dabei. Aber nicht als spielbarer Charakter, sondern halt als Gegner. Tatsächlich dachte ich mir schon so, oh, okay, wenn wir einen Antagonist haben in dem Spiel, dann könnte es vielleicht Kaiser Vector sein. Auch wenn das ein bisschen zu offensichtlich wäre, weil wir ja Kaiser Vector schon sozusagen in Last Recollection als Endboss hatten. Mehrere Male. Aber wir hatten ja schon gesehen, dass Last Two Collection totgeschwiegen wurde von dem Spiel. Vielleicht ist das der Grund. Weil man Kaiser Vector für das eigene Spiel als Antagonist haben möchte. Ist natürlich nur eine Theorie. Okay, ich brauche mal Asuna. Yuki ist nämlich ziemlich in Bedrängnis. Das ist natürlich jetzt doof, dass der Charakter... Jawohl! Nice Job, Juju. Ah, er ist schnell wieder aufgetaut. Aber warum greift unser Zuka an? Das ist das, was ich hier noch nicht verstehe. Wenn wir versuchen, ihr ja zu helfen. Aber vielleicht denkt sie immer noch, dass wir gegen sie sind. Okay, ich brauche Juju. Genau. Ich versuche mal mit... ihn einzufrieren. Genau, das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert mit seiner Ulti. Achso, ich wollte gerade fragen, wie viele Gegner sind das, aber das steht ja schon da. Aber die Ulti von Juju war jetzt hier in diesem Kampf richtig effektiv. Weil ich konnte damit einfach... Weil das auch nur so ein abgesperrter Kreis ist, konnte ich einfach mit Yuji's Ulti einfach alle Gegner in diesem Raum vernichten. Das war jetzt cool. So, heil dich mal, Mädchen. Kann ich vielleicht dafür, hätte Yui verwenden? Okay, Yui hat schon ihre Attacke zum Heilen genutzt. Okay, deswegen dachte ich erst so. Aber wir kriegen jetzt noch keinen Kampf gegen Vector. Ich dachte, dass wir jetzt gegen Vector spielen könnten. Vor allem diesen Boss, den wir gerade gesehen haben, kennen wir ebenfalls tatsächlich schon. Und ach, come on. Aus Sword Art Online Lost Song. Also das ist ein Gegner, also dieses komische Schlangenmonster, das ist ein Gegner tatsächlich aus Sword Art Online Lost Song, den wir kennen. Und die allererste 19er Waffe, die ich in diesem Spiel bekomme, ist tatsächlich für Orburn. Das tut weh. So, Yui bekommt ein bisschen Erfahrungspunkte. Wunderbar. Und wir können mit der Story weitermachen. フーカ、逃げろ。素晴らしい。フーカ、フーカ。さて、以前に顔を合わせたのはついこの間のようであり、随分と久しぶりのようでもあり、不思議な感覚だが、再び会えたことは実に喜ばしい。剣士キリト、そしてアリス、アリシア。バカな、なぜお前がこんなところに。そんな、セ
正確に頭部を狙うか。以前より腕を上げたかな、シノ。ガブリエル・ミラー、それとも皇帝ベクター、あるいはサトライザー、どの名前で呼ばれたい？好きなように。所詮名前は記号でしかなく、本質からは遠いものだ。ウーカ、嘘でしょ。傷が塞がりません。ウーカさん、しっかり意識を保って。諦めちゃダメ。お前はここで何をしている？ずっと彼女、フーカを付け狙っていたのか。ああ、彼女の意識は甘く優しく繊細で、私の期待に応えてくれたよ。そのあたりのうぞうむぞうとは一線を画する美味だった。そのあたりはって、あちこちの PK もお前の仕業か。しかし、なんだこのプレッシャーは。下手すると前に戦った時以上か。くそ、体が重い。今回は大勢引き連れてきたな。興味を惹かれる魂もいくつか見受けられる。礼を言わせてもらおう、キル。私はまだまだ飲み、くらい、味わうことができそうだ。いけません、キリト。何かがおかしい。あの者と、今ここで戦うべきでは。わかってる。おそらくアリスの勘は正しい。全員で戦っても、勝てる気がしない。でも、どうやってこの場から撤退する？一度に全員をというのは、さすがにもったいないか。どうせなら一人ずつ味わいたいものだが。全くダメージが入っていない。お前が最初の一人になるか。それもよかろう。キリト君、みんなこいつから離れて逃げろ。俺が食い止める。無駄なあがきと言うべきだが、どこまで粘れるかな。まずい、こいつを抑えきれない。システムコマンド、強制転送。まだ余力があった。最後まで味わい尽くせなかったのは残念だが、まあいい。命拾いしたな、剣士キリト。助かったのか。フーカ、フーカ、しっかりして。出せた。どうしたな。もうちょっとうまく立ち回るつもりだったんだけど。喋らなくていい。待ってろ、今なんとか。パパ、おそらくこの方はもう、もう手遅れ。修復不能だわ、これ。そんな、何諦めてるの、フーカ。時間がない。話を聞いて、ガブリエルはまだ生きてる。遠くへ飛ばしただけ。君が助けてくれたんだろ。恩には着なくていいけどね。あいつは恐ろしく強い。手立てが見つかるまで戦っちゃいけない。ガブリエル、あの男はこの世界で人を殺すし、殺せるんだ。ねえジュ。何？何ですか、ウーカ。あんたって本当に怖がりだよね。でも意志さえあれば変われる。それを忘れないで。ちょっとしたおまじないをかけていた。四体の守護者に四つの手がかり見つけて。おまじない？守護者？どういう意味だ？手がかりってのはアイテムか何かか？みんな、そのこと、後のこと、
願い。やだ、やだよ。陛下、陛下。消えた。Warum ist sie jetzt verschwunden? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn, okay? Das ist weird, dass sie jetzt einfach despawned ist. Aber ja, da ist Fuka weg. Ich glaube, die SAO-Spiele mögen Gabriel als Gegner XD. Naja, Last Recollection. Und jetzt haben wir Factual Daydream. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte es nicht erwartet, dass Gabriel tatsächlich der Antagonist dieses Spiels ist. Ich dachte halt wirklich, dass es Fuka oder Neji wird. Aber dass man jetzt hier wieder nochmal Gabriel verwendet, finde ich ein bisschen komisch. Verstehe ich auch nicht so ganz. Das würde vielleicht auch erklären, warum man vielleicht Last Recollection tot gesagt hat. In die, weil wir haben ja bei den Stories da gesehen, Last Recollection ist komischerweise nicht dabei. Es sind alle SAO-Games, die für die Haupttimeline wichtig sind, das Gameverse, aber nur halt Last Recollection nicht dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie komplett tot ist. Man darf... Na, also wenn man jetzt zum ersten Mal ein SEO-Spiel spielt, denkt man, oh nein, Fuka ist tot, sie kommt nicht mehr wieder. Die Leute, die SEO-Videospiele spielen, wissen, bis auf ein einziger Charakter stirbt da niemand. Aber alle wichtigen Charaktere sterben nicht. Deswegen denke ich mal, es wird auch die Möglichkeit noch geben, Fuka vielleicht wieder zurückzuholen oder dass sie wiederkommt. Was ist...